げました。ここはサードに任せます。高々と打ち上がった打球ですが、サード黒川が掴んでチャンス、この先に変化球、しかしここはサードライナーでした。ここはショートゴロ、ワンアウトです。ここも低め決定してきましたね。いいところ落ちましたね、今ね。この前がもう少し手前でワンバウンドしてます。最後はバットの先でした。次はショートゴロでスリーアウト。則本が7回の裏1点先行。ここはショートゴロ、これで則本逆方向の当たり。ここはサードゴロ、黒川さばいて打ち上げました。セカンドライトがここは出てくるか。今日ライト武藤が入っています。変化球初球狙っていきましたが打ち上げました。センターフライです。完全に星野さん今狙ってましたかね。狙ってましたよ。ちょっと先っぽでしたね。打ち上げた打球はレフト石川が落下点でした。打ち上げてここはレフトセンター、センター辰巳の足、一塁だな。ここもスタートヒッティングでいって一塁に送球です。ここはしっかりし、最後は振らされました。則本はガッツポーズ。一打同点逆転のチャンスでしたがライオンズルーキー滝沢夏生にあと1本。ここは楽天のエース則本がしのいでいます。取りましたがバッテリーエラーの1点。この先この当たりはレフトセンター、ここはセンター回り50という1点ヒットしましたので、変化球ここはサードゴロ、引っ張って強い当たりサードゴロ、ここはよく取っている黒川抑えです。ここは2本のベンチ100キル感の最後は速球でした。出せるか。最後は引っ張り当たりバットが回りました。ここ一番はエースに則本が踏ん張りました。ライオンズ2アウト満点チャンス生かせず。